はい、どうもさん、じゃあとりあえず画面映すかわかんないけど、なんかガクガクまたずれた。よしっと。まあ、とりあえずね、ウィニョフさん、今日も2本目、ちょっと、ね、画質が悪いやつね、作ってるんで、ちょっと申し訳ないですけどね。まあ、とりあえず行きましょうか。さすがに追い込みはきついな。スイフト何がいいんだろうね。3着は上出来だな。よく伸びたな最後。まあ米国なんかね、全然赤字になってもいいんですよ。むしろ月にね2億稼い、1億稼いでくれたら全然文句言わないから、こっちは。もうね、あの子だけはね、真面目に走られてますからね。マンハッタンカフェ、リボン、問題ないっすね。どっちが勝つかはちょっと微妙だな。もしかしたらリボン結構あるぞ、あれチャンス的には。あ、全然チャンスなかった。後ろにいすぎたわ。まあ、3着ならいいでしょ、全然。1着3着か。悪くない悪くない。しかもマンハッタンカフェも負けてるしね。まあまあ2着3着って考えたらな、悪くはねえよな。しかも3歳馬だじゃん。ウーラー、これ誰だ、俺知らない馬が出てたの。まあじゃあとりあえずダイジェスト。うん、ウーラーダメっすね、ちょっと。完全に頭上がって伸びねえじゃん。これ競争馬としきついな。やっぱり安定戦かけるか。なるほどね。うん、3着なら全然いいよ。あと地方は1頭か、確か岡部かな。中京だっけ。あ、全然違ったわ。どこだあれ。あ、に、アビ様だしか。なるほどね。新潟戦直追い込み勝ち。お待ちくださいね。とりあえずほとんどの馬をタケが乗ってくれたらマジありがたいんですけどね。今回タケ来させるためにわざわざほとんどの馬出させたからな。こんなもんかな、とりあえずは。やべ、門別乗りかちょっと。あー、でも C ならいいよ、全然。
よし、とりあえずこんなもんでいいかな。まあ問題はダリエーションか。あ、でもホットでも入ったらよかった。一応リボンは、ちょっと待ってね。まあまあ、実はキングジョージから外せもしだったらまあ悪くないっすね。ちょ、報告出しましょうか。エンブレムは、まあ遅めだったら、そうね、一旦、まあ調子下がってるし、報告出すか。一応、シンバ勢がどうなってるかなんだよな。シンバ、そうですね、まだ先っすね。11番人気か。ってことは、ドベ人気、あ、ドベ人気でもねえのか。3着やるわ。ほんとにすげえな。エッジはこれどういう馬だっけ。やべ、ほとんどの外馬がわかんねえ。いやー、そうね、とりあえず、フィエスタ、エンパイアメーカー、死神か。いやー、エンパイアメーカーが負けた。年度代表が危ういな。もうちょっと追い込みの方が良かったかな。確かにメタビリアドローン、まあ名馬じゃ名馬だ。まあそれでも3着検討、まあしかもコブラいてたもんな。いや、むしろ検討と見ていいのかな。まあでも一応そうですね、ここでコブラ相手に一発競馬できたのは、そうね、次走の BC に踏んでも、まあ悪かないっすね。ちょっと追い込みにしてみるか。2着取るんだ。へえ、やるじゃん。クローバーも追い込みでいいや。ビン、あ、2着か、お前も。ダブルも追い込みなんだよな、確か。まあ、2着か。金亀は差しでいいや。じゃあ、誰だ。ああ、門別か。表紙ないっす。なんか、リンレンリリの子がモンベツで勝つってなんか感慨深いな。おー、うちのクラブマンもいいんだ。2番人気で C か。おー。先着したな、こっちの街。よかった。じゃあ、あいつとですね、G1 は無理でも、まあ、重傷で勝つそうな馬だったら全然いいや。だって、こっちのタブレットは充電溜まったかな。全然溜まりそうにねえな。な、しょうがねえ、のんびりやるか。よし、来た。ナイス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 、来た来た来た。おう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 ぜ。来い、今度こそ折れろ。おお、ラッキー。スピードも高かったんだ。あれ強いな、ほんとに。こっちはドベ人気か。まあ、どこまでいけるか。まあまあ、11着か。ちょっとヤードは一応ダイジェスト見るか。ほんとはスピードもダイジェスト見たかったんですけど、忘れっすわ。待って、ローエングリンっつってんの、今、さらっと。まあまあ、あいつも名馬だぞ、ローエングリンは。マイル戦線だけど。いや、外の馬がいい足持ってんな。ストーミングフーもまあまあ有名な馬じゃね、確か。ごめん、ローエングリンどこ行った、あいつ。え、待って、ローエングリン任したのでかくね。え、ローエングリン、あ、いたわ、ローエングリン。え、すげえ。もう全然すげえわ。
小倉で追い込み聞くんだ、すごいじゃん。お待ちくださいね。今月はそうですね、馬が走っちゃって、今なんつった、今週日本馬なしか。なんだよ、ヒロノピークかよ、つまんねえな。俺りゃ楽しみなのにまあ一番一撃で言うたけどさ、でもあいつ結構ほんとしぶといよな。頑丈性で言うと悪くないっすよ。まあ、あとはそうですね、こいつらみんな帰ってくるんで。タップダッシュ、目黒記念子、放牧掛けか。だったら今すぐ一本使っちゃおうか。歯作れてし、みんな新馬できんじゃん。みんな新馬組むか。アスターが長距離で新馬か。パワーはまだ全部見てるか。長距離だろ？いや、さっきの竹じゃなくて、それこそ横乗りとかでいいな。あと、中速、後で岸まで帰りゃいいのか。じゃ、とりあえずみんな竹で入れちゃいましょうかね。こっちは芝の短距離か。ひとまずこれで今すぐ開いてんのは、横乗り新潟開いてんのか。あー、ダートしかねえもんな。だったら海老名使うか、そろそろ。で、新潟はそうっすね、竹使えるんで OK か。で、これを C に変更して。で、ソロンも、エビナに変更してた。新馬を中山か。9月の最終、中山の新馬。だったらまあ未勝利でいいか。いや、それかもすぐに使っちゃおうか。どこだっけ。ハーツクラあった、ハーツクラあった。だからこれを横乗りに、あ、でも竹がいいな、ハーツクラ。でもさ、どっちにしてディープインパクト乗せること考えたら横乗りじゃないと何にはダメなんか。ちなみに横乗り海外経験は？カフか。海外無理か。じゃあエビナでいっか。で、小倉の2歳新馬を横乗りに機種変更して、こっちのあれをエビナに代打と。よし、OK と。ピントがねえ、しかも伸びねえ馬が。カメラほんとこっちダメだな。ちょっとダメそうだね。ファインは？
まあ、レムロスガールが思ったよりほんと伸びねえからな。ほらな。大丈夫かな、やっぱり先行の方がいいのかな。死神って機種ついてたっけ。まあいいや。今更つけたところでだよな。まあどうせみんなこの辺も来季には引退だろうし。もうよくは全2着取った。スマホも充電しようか一回。クローバーショーじゃん。これさ、またさ、クラブマンの作戦さ、切り替えたいよね。なんで先行一本やねんか教えてほしいわ。そろそろ刺さないと間に合わないからね、クローバー。だから多分クラブマンがうち勝ち上がんねんだよ。それさ、うちのあいつどうなった魔界 BD バー。あいついつ帰ってくるの。あ、やっと11月1日に帰ってくるんだ。約1年放牧してどうなったか。まあ、そうですね、楽しみですね。今土曜日札幌新潟大丈夫か。オッケーオッケー。お、アセモン勝ち合うとの初めてじゃね。あいつ確か超高放牧のはずなんだけどな、アセモン。コンコルドと、クローバーと、ディバインシルバーと。なんかほんとクローバーとディバインシルバーなんでなんとか米国盛りが儲かってる感じだな。しかもそっち勝ったの4番人気かよ。お、ブラックタイド初出走じゃん。やっと来たんだ。じゃあダイジェストにましょうか。ブラックタイドなら。まあ3着か。ちょっと伸びが悪いね。いや伸びてるわ。でもうちの赤ヘルちょっと一頭怖いな。あれ足毛の方。いや、やっぱり足毛の方か。足毛の方ですね。まあ3着か。まあ確かにブラックサイドってそんなに差し馬じゃないですかね。どちらかというと先行勢だし。まあ次走に期待するか。やっぱりちょっと米国投手方面の2裁判もちょっと誰が勝ち上がってるか確認しないとまずいな。大差限りいる。いやもう多分8馬身ぐらいかな。あー6馬身か。
地場神だけど勝ちは勝ち。なんかピント合わねえな本当に。うちの子2万人気だもんな。この時期男と定量相手で走れるのはこいつすげえぞ。審判負けたくせに。ちょっと面白いな、ストライク。キーンランドカップも追い込みでいいや。はい、ビンゴやっとシーキングザダイヤ始動か。まあ短距離界の、まあ中距離界か。どうなるか。まあタイヤが中距離に落としてもいいし。ちなみに日本で、あ、そっか、馬買ってるから火事か。ちなみに欧州ギリア火事、米国黒字でかいな。そうですね、多分、うん、米国の方が借金に、借金だけでそうですね。結構日本からあっちに騎手行ってんですね。のんびり行きましょうか、こいつは。ジュビーもそうですね。まあ本当は来年いっぱいちょっときそうですけど、まあ行くしかねえか。誰誰誰誰誰。ああ、ディンペパクとかまたやってんだろ、やんちゃ。欧州方面の2サイバー、ハルワスイート。ああ、まだ未勝利。まあまだまだ10走か。ね、スピード。スピードは来週か。ラブとコスモバルクもやっと指導か。一番最初に多分あれか、未勝利脱出したのが。あ、これもそうなんだ。あれ、あいつどこ行ったっけ。エンド、リルバス。あ、いたいたいた。ちなみに米国も一頭勝ち上がるか、シグナルか、早いな。まあ、装着だからか。いや、もう勝ち上がってくれるの嬉しいけどな。まあ、参戦練習もいることだし。あ、しかも2000周いたわ。スコア。まあ、まあ、前走あるか。まあ、むしろそうね、距離的差合わないな、よく頑張ったわ。この時期でも長距離の芝ねえんだよな、マジで。全部短距離マイル先生なんですよね。だどっちにしろダート使わなきゃいけないしね。まあ、最後は BC 直行しなきゃいけないし。一応米国今の最多勝は誰だ。あ、こいつか。おー、ルイベってやつよりジャロンの方が人気あったんだ。人気じゃない、勝ち食らったんだ。よいしょ。いやー、クローバーちょっと広たまってきたか。クローバーでも、あ、そっか、遅めだから結構ほんと頑張ってくれてんのか。いい馬だなぁ。まあそうですね、BC は回避して。
まあ、芝はいけん、芝無理なのか。100% 無理って言われちゃった。中距離のダートがねえんだよな、この辺。シーディはもうそれこそベガスワールドカップだしな。だったら G3 でいいか。まあ、それか放牧しちゃったか。それ見ねえ。もうレマーズガラちなみにどうなってんの？ああ、完全に先行して飛んでんだ。じゃあレマーズガラ今季引退だな、もう。使い物になんねえならいらねえ。ディバインシルバーもギリ広たまっちゃってるか。だったら放牧しちゃっていいや。やっとアセマも勝つようになってきたか。一旦これで、あそこどこにしようか。ではまた次回の動画でしょ。ありがとうございました。